どうもタブヤンです。伝説のクイズ王決定戦、2005年任天堂さんの作品で、あ、ゲームキューブのね、ソフトになります。早速やっていきたいと思います。クイズは苦手です。皆さんも一緒に考えてみてください。クイズ IQ マニアックス、クイズ IQ マニアックスに挑戦してみましょう。ようこそ知識の伝道、はいはい、15問以上正解できればとりあえずは合格といったところで。ひどいな15問。高い成績を出すことができれば素敵な商品が手に入ることがあります。ほんま商品獲得と記録更新を目指して頑張ってください。アマゾンかなんかで送ってくれるのかな商品。クイズ IQ マニアックス。スタートです。オーケー、マイク使ってやりますよこのゲーム。さあ行きましょう。クエスチョン、チェス。正解です。問題です。イギリス。残念。え、イギリスって言ったのにな。陸上。グローブ。あれ全然認識しないな。ピンク。正解です。マイクの認識よおい。湿ったところ。え、しめじ。正解です。よし、問題。スパイク。正解です。よし、問題。邪馬台国。お見事です。ちょっと 1秒ぐらい待たないといけないね。屋敷宗球。え、何それ。残り5秒。ラグビー。正解です。おお、どんな問題。スター。違います。いや、スターって言ったやん。まいったな。ダブルフォルト。正解です。問題です。18ホール。正解です。ふん、任しとけ。マラトサフィン。ウィンブルドン。まあこれはしょうがないね。4分の1だから。大政奉還。あ、賢いんだよ私は。セーブ。正解です。セーブ。問題です。ドイツ。残念。おい、発音か。くっそ。え、ゼルダの姫。何姫だったっけ、忘れた。残り5秒。リンクじゃなくてレイヤー姫。あ、ゼルダか。しまった。ヘルメット。正解です。発音だよね、発音。アメリカ。正解です。テンポだね、なんかこう。まだか。
グランドスラム。正解です。本当はあと3問ぐらい正解してたよね。これで全ての問題が終了しました。それでは、ああもう見てみましょう。いやいや、マイクの発音だよね、発音。お疲れ様でした。うん、お疲れ。今回はボーダーラインに届かず、少々残念な結果となってしまいました。そっちの次回はより受け取り方じゃないの？頑張ってください。頑張りますよ。もう少し頑張ります。腹立つわ。マイクのそのそうそうマイクのあれだよ。まりました。より早く、より正確に、そしてより美しく。美しくね。はい。IQマニアックスは己のクイズ力を高めるため、はい、ストイックにクイズに向かい合いたいあなたの挑戦をお待ちしています。わかったよ。得意分野だけ出してくれたんだね。お会いしましょう。うん、ありがとう。最後までご視聴ありがとうございました。次回もね、あ、もう5月、そうか、1試合出場すると1ヶ月経つんだね。1年目5月、 T シャツがういういしいね。気が向いたら次回もプレイしていきたいと思います。伝説のクイズ王に俺はなる。それではまた、さよなら。